こんにちは、グンです。ということで、今回の企画は初めてやったゲームとその思い出を言っていく選手権です。初めてやったゲーム、その年齢もね含めて言ってくれたらありがたいかなと思います。ゲーム歴もわかるしね。マインスイーパーとかはやめてくださいね。少なくともなんかお金を出して買うゲームぐらいにしておいてください。まあ別にスマホゲーとかだったらいいけど、マインスイーパーとかトランプとかそういうのはなしでいきます。はい、ヤツさん。ヤチの初めてやったゲームは2000年8月に発売されたゲームボーイ用ソフトコロコロカービィです。え、そっから？え、ヤチの56はコロコロカービィのコロから来てる。え、マジ？え、すご。え、そっからカービィってこと？あ、すごいな。結構年季入ってんだ。なるほどね。50人クラウドでカービィのキャラっていないよね。誰かいたっけ？ヤチとセット、あ、イニン。ニンテンドーオールスター大乱闘スマッシュブラザーズ、かっこニンテンドー64。ピカチュウ相棒でした。年齢は覚えてないや。え、結構でもさ、それって、20年ぐらい前か。小学校ぐらいちゃう。小1とか、多分。でもそうか。めっちゃ昔だな。やばい、なんか時代を感じてきたね。はい。じゃあ、クモさん。3歳の時、スーパーファミコンのドラゴンクエスト3リメイク版、最初の島で常に説明書を攻略本と思ってひたすら見てた。ドラクエ、いやー、RPG 系は厳しいだろう。てか、俺のゲーム最初に言うか。俺より勝ってるやつ多分いないと思うぞ、多分。一人俺負けるかもしんないけど、俺基本的に俺いけると思う。俺やったのが2歳の頃に、スーパーマリオブラザーズの、なんか、いっぱい合わさってるやつみたいなやつ、2歳の時にやった俺。な、30年前だね、俺。そう、マリオコレクションは、違う、マリオコレクションはね、物心多少ついてから、確か。俺が物心つく前からゲームやってて、記憶はない。いや、だからいけないからクリボーにやられ続けてて、泣いて、お父さんにやってって言って、やったら、ママ僕できたよって言って店に行くみたいなのを繰り返してたらしい。お父さんにやらせて自分がやったことにするみたいな。コータンみたい。で、俺の中で記憶に覚えてるゲームは、マリオコレクションは記憶に覚えてるな。マリオ USA とか、あとは、小1の頃に、ポケモンのレッド、グリーン、ブルーが出たから、今から26年前かなに出たかな。初代のやつ。で、その前段階に、横スクロールの、なんかスーファミのゲームがあって、ザ・グレイト・バトルシリーズ。これ好きだったな。ザ・グレイト・バトルシリーズの第1作目です。1993年に発売されましたね。いや、スーパーファミコンからリリースされたやつで、仮面ライダーとウルトラマンと、なんか何かのキャラクターとかが、なんだろう、今で言うスマブラみたいな、なんか、あとガンダムとか、バンダム系の出てくるキャラが全部タイアップしてコラボしてなんかするみたいな感じのゲーム。多分絶対わかんないと思う。知らねえだろうな、お前らは。ゲームボーイの頃に、ポケモンを通信交換するときに、通信交換の、交換しています、点点点の3文字目の点が表示された瞬間にケーブルを抜いたら、ポケモンが2つに増えるバグを。わかるよな、サキ。よし。サキが楽しみだな、ラーメン。フォートナイト、止まる。最近やん。初めてやった時期は1年生の時、お母さん買ってくれて、スキンも買ってくれた。めちゃくちゃ嬉しかった。嬉しくて泣いた。いいなぁ。トムとマルクの動画か。ラーメンって、周りの子とかでもまださ、トムとマルクとかマイゼン見てる子いない？小6でしょ？小6ってもうマイゼン見てない？一人見てる。どういう子が見てる？ラーメンの中で。塾とかめっちゃ通ってる人。いまいちちょっとわかんないな。小学生の中でどうなんだろう。今度ラーメンのあれだな、身の回りの人が何の動画見てるか選手権ってのやった時にラーメン活躍できそうだな。はい、長月くん。スーパーマリオブラザー3、4歳ぐらいの頃スーファミになりました。ワールド2の砂マップで上から攻撃してくる意地悪い太陽が嫌いです。あとワールド3、海マップ下から食いついてくるでかい魚もトラウマ。こいつらは今思い出しても不安になる。ちなみに同時期に桃太郎電鉄も始めました。対戦で全く勝てずガチ切れてリセットボタンを押した記憶があります。すげえな、よく覚えてるな。でもさ、長月の年齢とかさ、俺みたいに2歳とかやってるやつってさ、もう DNA の時点で終わってたって感じでね、もう家庭環境でもうこうなるって決定づけられたって感じだよね。親がゲーム好きだともう終わり組になるよね、こういう感じで。親がゲーム好きだから、ゲーム触る時期がクソ早くなるから、なんか終わる。だから俺とかもう抵抗のしようがない。物心ついたらゲームしてたんだもん、もうしょうがないよね、もう。タオアサ14。DS の黄色いパッケージのマリオ。ミニゲームのルイージのポーカーみたいなやつ一生やってた。なんだそれ知らな。え、わかんない。もう DS 俺持ってねえからわかんねえ。DS 買ってません。DS が初めて？ガイキング。
7歳、ポケモン赤。僕の年齢的に世代はダイヤモンドだったけど、当時から逆張りが強かった僕は一人で黙々と赤をしてた。バカだろ、お前マジで。ちなみにポケモン赤は元々友達のだったけど、やらせてくれた時に当時かなり貴重だったミュウっていう伝説のポケモン入ったデータ、面白半分で消したら友達がガチ内してくれた。よかった、俺子供の頃カイキングと会わなくて。最悪のクズ野郎じゃねえか。ラーメン、ゲームボーイってわかるか？もからん。わからんらしい。アルゴン、DS のポケモンダイヤモンド。買ったのは小2ぐらい。あの頃は永遠と同じゲームやってられたけど、今は何も続かん。小2か。小2ぐらいは俺バイオハザード1をお父さんがやってるのを後ろで見てたな。バイオハザード1。怖すぎて見れたもんじゃなかった。ゲームキューブじゃないよ。小1の頃だからプレイステーションだよ。ゲームキューブはバイオ4だな。わらららら。初めては2005年の DS のたまごっちのプチプチお店っち。家にお父さんが使ってた初代 DS があったからやった。あのゲーム適当に仕事してちょっとお金もあるから楽だなって子供ながらに思ってた。かわいいなぁ。ワドルド、カッコ5歳。いいなぁ。テッサヌキ、ファミコングランプリ F1 レースか PS のパワーショベルに乗ろう。ゲームボーイのテトリス何歳かからないけど一番古い記憶のゲームがこれ。F1 レースはどこ行ったかわからん。ゲームボーイは今手元にあってゼルダの夢見る島が入ってる。ゲームボーイ懐かしいな。俺風雷の試練とかやってたな、ゲームボーイアドバンスで。次、ウマヅラハギ。ゴールデンアックス。何それ、ゴールデンアックス。あー、あ、これ系か。はー、渋っ。セガのゲームじゃん。渋っ。オビマン、ゲームを買い与えられないお家だった。うわー。やったのはスマホゲーの消滅阻止、未だにスマホから消せないゲーム。当時17歳、唯一の友達と土曜の半日授業終わってからターミナル駅近くのロッテリアでチーズバーガーを食べながら一緒に遊んだ。ゲーム慣れしてない私にやり方を教えながら一緒に遊んでたゲーム上手なあの子、高校を転校してしまって今は連絡が取れない、起死燃料が強く20代に死にたいと言ってたあの子は今何をしてるんだろう。まあ、大体そういうやつ生きてるから大丈夫だよ。箱入り娘ぶってんだよ。なんかパンチ飛んできたのがすげえ遠くから。女怖っ。コータン、マリオの Wii U のやつ、小2か小3ぐらい。ゲームオタクの友達の家にいた時に初めてゲームに触れた。当時はからゲームイコールやったらバカになるみたいな悪いものという教育を受けていた。やんなくてもバカになったじゃん。でもいやごめん、なんでもない、今のごめん、ごめん。違う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 、そんなこと言ってない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 。ゲームやるイコール軽犯罪みたいな認識だったのに、すごい悪いことしてる気分だったけど、めちゃくちゃ楽しくて、それから小5の時に別の友達からマイクラをおすすめされて、今は毎日ゲームばかりやってる。だからバカになったの。小学校に入るか入らないかぐらいの時にスクエアとニンテナ共同制作したスーパーマリオ RPG ってやつでしょ。あの音楽めっちゃいいやつ。あの音楽かなり気合入ってるんですよ、あのスーパーマリオ RPG。 ちなみに僕裏ボスまで倒して裏アイテムを全部アンロックしました。裏ボスのなぜかファイナルファンタジー2だか3とかのクリスタルをモチーフにしたやつが出てくるんですよね。あれ幼稚園の頃やりました。カエルコイン 100% やりました。もう全部やってます。あのやれることすべてやりきりました、あのゲーム。あの肥満パタコーラもちゃんとゲットしてます、もちろん。あれ楽しかったよな。中学生ぐらいでもう一度初めてやったけど普通に面白い。権利的に難しいだろうけどいつかリメイクしてほしい。スクエニとニンテンドーが喧嘩しちゃって、何かでスクエニがもうスーファミでしか俺らやんねえからって言ったの、ニンテンドーさんしか勝たんすよって言ってたのが、あのプレステ出た瞬間秒で移住してスクエニが、それでニンテンドー勝ちきれたって事件がある。スクエニ裏切り事件ってのがあって、それからスクエニとニンテンドーは仲が悪くなっちゃったんだよ。でもあのスマブラの件で、クラウドとか出して和解したのかなみたいな感じになってるはず確か。 MS 保育園の年長ぐらいの頃メイプルストーリーをプレイしたのが初めて。大人のプレイヤーにお金くれたらすごいアイテムあげるって言われて全財産奪われたすごい英才教育受けたな。その次はアバです。あー、アバねー、ガキゲーって感じだったなぁ。ダーミとも、小学校低学年の時に母親と一緒に PS1 の三国武装1を2人でめっちゃしてた。それ以外にも PS1 のゲームカセットめちゃくちゃやり込んでた。PS1 はですね、僕が推してるのはフロントミッションというゲームですね。あの、リメイクしてほしいんですけど。フロントミッション1、2、3全部面白いです。シミュレーションのストラテジーゲームで、ロボットに乗って戦うんですけど、そのロボットのデザインがめちゃくちゃいいんですよね。アーマードコアみたいな、ピューって飛んで、バカバカって撃つやつじゃなくて、ちゃんとなんかガソリンで動いてるみたいな、重油で動いてる感がすごくて、フロントミッションぜひ見てみてください。やってみるのは無理だと思うんで、フロントミッションで検索してください。あとリメイクした5とかは面白くなかったですね。リメイクじゃなかった、続編の4か。あと、エボルブドとかもなんか面白くないね。あの辺は。マルチプレイとかになっちゃったらゴミになった。
完全に。フロントミッション面白いです。漫画はあるんですけど、漫画ちなみに僕読んだんですけど、漫画も面白くなかったですね。次、ポケットモンスターダイヤモンドパール、4歳とかでやってたから、最初の飛行猿だけ超育てて捕獲かせて永遠にチャンピオンに勝てなかった。次に勝ったマリカは今でも得意。任天堂勢とプレステ勢で分かれるな。某、自分のゲーム機でやったのは Wii のニュースーパーマリオブラザーズです。サンタさんからもらったもので、兄弟とかわいい残機無限に増やすバグだったり、裏ステージ攻略とか遊び尽くしました。一番最初のゲームは友達から借りたやつ、 PSP のモンスターハンターポータブルサードです。かわいい。俺基本的に親が買ってくれたから、俺ゲーム買ってくれたってかの勝手に買ってきたから、親父が PS2 とかも。だから俺が金出すことほとんどなかったんだけど、俺が初めて買ったハード、高校1年の頃 Xbox360 買いました。みんなは PS3 買ってたんですけど、僕は逆張りで買いました Xbox360。 はい、箱の方が強いから。いやでも唯一良かったのは、箱はオブリビオンができたんですよ。エルダースクロールズスカイリムの前編のオブリビオンができたんで、それだけは良かったですね。次、チルノ。PS1 専用のサルゲッチをやりました。難易度は難しい、シリアスな内容で面白かった。サルゲッチ1、2やったな。でもなんか結構なんか面白かった覚えあるな、サルゲッチ。あれなんであれさ、IP 捨てちゃったんだろうね。なんか全く活用してなくない、あれサルゲッチ。しかも別になんかさ、サル捕まえるゲームだからさ、別になんかできないのかな、なんか。そんななんか無茶じゃない気がするよな。面白くできそうな気するけど。うん。ドラクエ9、2009年、は?当時5歳、は?何?ちょっと待って、2009年5歳?え?え?お父さん何歳?46。あのさ、ちょっと待って、あのさ、俺お父さんのが近くない?お前の。お前より。マジか。え、お前どんな気持ちやってんの?どんな気持ちで俺のこと見てんの?何だと思ってる?俺のことを。いや、なんだと、どういうノリだと思ってんの?いや、なんかちょっと聞きたいんだけど、あの、俺のことどう思ってる?何?YouTuber? いや、お兄さんというか、いや、何って感じじゃない?なんか、親戚によくいるいろんなものを買ってくれて遊んでくれる、結婚してない謎のおじさん、仕事不明みたいな。あ、いたってか、いる!そのおっさん、親戚に。いる。くんさん逆にどう思った ?16 歳とかってこと?俺子供嫌いだからさ、そんな、ねえ。いや、なんかネットだと年齢バグらね。わかんなくなんない?あとさ、くんの状態と、俺の中の人の状態だと多分ちょっと違う気がする、接し方が。カンタスケ。PC ゲーム、インクレディブルマシーン2。インクレディブルマシーン2は1994年に発売された PC ゲームソフト、インクレディブルマシーンの2作目。300問近くあるティム教授のパズルを解くほか、自分でパズルを作成したり、作ったパズルを交換したり、インターネット上にアップロードできます。小学生になる前に、母の友達の夫の方からデータをいただき、母の Windows 98の PC で入れてずっとプレイしました。実は昔の PC がデータをサルベージして、今でもプレイはできます。ちなみにその頃はちゃんとブラウン管モニターだって、ちゃんとフロッピーディスクだったよ。ラーメンくんたちはそれらを知っているかい?フロッピーディスク。インクレディブルマシーン。え、知らないな。わかんないや、俺初めて見た。ラーバ、フロック。4歳ぐらいの頃にポケモン金やったのが初めて、データ消えてよく泣いてた思い出があります。あの頃ってコンビニゲーム売ってませんでしたっけ?あー、いや今でも売ってるよコンビニゲーム。スイッチのカードみたいなの売ってない?え?お前外出なすぎてバグってんじゃね?次!初めてやったゲームはゲームキューブの、あーカービィのエアライド!やった、夏い。よし、長話だな、先は。ちょっと話そうか。先は長話だろ。昔なぁ。キッズコンピューターピコです。ソフトはクレヨンしんちゃん。キッズコンピューターピコ?は?キッズコンピューターピコ。セガエンタープライズ開発し、セガトイズが制作した幼児向け電子チーク玩具。発売日1993年。アイコンに触れるとそれと連動し、テレビ画面の画像が変化する。キャラクターが喋る。ミニゲームが始まるなど様々なイベントが発生する。まだ生まれてない。いや、俺もさ、1992年にゲームやってるから、まあ、一緒なんだけどね。いや、うち、ソニーとニンテンドー派だったから、セガ系持ってないし、わかんないんだよな。おもちゃ屋さんで見たことあるかも。ぷよぷよあったー、やったー、幼稚園の頃ちょっとやった場合あるな。ぷよぷよの最初のやつ、最初ドクロのやつ出てこない?なんか。最初ドクロで、次がナス。なんか、変なナスみたいなやつ出てくる。バイオエン、ファイヤー、アイストーン。ただしゃか、マイクロソフトフライトシミュレーター2022、キモ。キモ。逆張り幼稚園児。
飛行機をリアル思考で操縦するゲームで、よく知らずに恐ろしい操縦しまくってました。空港から空港に飛ぶゲームなんですけどね。ロンドンやサンフランシスコを車で走り回るマイクロソフトのゲームをよくやってましたが、名前を覚えていません。マイクロソフトのゲームか。俺エイジオブエンパイア1をお父さんの横で見てた。あのこの前ニート部でデポンとやったエイジオブエンパイアシリーズの1をやった覚えある、子供の頃。タコワサ893、うわ大神めっちゃ、あれ墨入れようと思ったんです。ちょっとだけ一瞬気が紛れそうになった。マジであれ、狼のデザインめっちゃ好きで、あれっぽい、あれをベースに入れたらめっちゃかっこいいなと思ったけど、ちょっと微妙だからやっぱやめようと思ってやめちゃった。あれマジでかっこよくない？あのデザインむちゃかっこいいよね。アマテラスの犬ノロチャ、これやばいぞ、やばいの来るぞお前ら、衝撃に備えろ、備えろオルンルー、来るぞ。ブラウン管テレビにゲーム機を置いて2次元のテニスコート画面が出てきて、棒を上下に動かすテニスゲーム。もう名前がない。ちなみに昭和の時代、昭和です、平成の前の年号です。多分その後ゲーム&ウォッチという携帯ゲーム機も買って遊んだはず。知ってるわ。マジであれだよね、なんかテレビゲームにつないでそのままやるようなやつだよな。ゲーム&ウォッチとかスマブラでしか聞いたことない。どういうものか知ってる、ゲームの歴史みたいなの好きだから、そういうので見てだからわかるよ。勝てねえ、厚みが違いすぎる。1972年に発売。なんてこった。おろろろ。PS1 でプルムイプルムイ。PC だとラミーの大冒険。富士通 PC ゲーム。あんまり知ってる人いないかも。全部わかんねえな。え、わかんない。全然わからん。よし、今日信者。小学4年の頃、エレバイルレッドで、ウンウービームとか、ウンウントリウムなかなかゲットできなくて。え？何それ？エレバイルレッド。お前さ、お前さ、お前さ、フェイトのさ、イリアスフィール・フォン・アインズベルン好きだろ？お前フェイトステイナイトいつやったんだよ。お前いつフェイトに触れた？高校生です。はい、俺の勝ちな。俺、勝ち。俺16歳でやったから。まあ、エロゲだからダメだけど。エロゲだからダメだけど、俺16歳でやったから。お疲れ。俺の勝ちな。ドリンケンボット。小1、Wii のスーパーマリオブラザーズ。それでゲームにハマって目が悪くなり、小2からずっとメガネ。ゲームのせいで陰キャになった。違う、お前はもともと性質が陰湿で、内向的な性格だから陰キャになっただけで、ゲームのせいではない。それはお前の性格が良くなかっただけ。ゲームのせいにするな。なるべくしてなっただけだ、ドヘンケンボット。お前は、ふるい落とされた。わかるか？学校での暮らしからふるい落とされ、それについていく能力がないから、ゲームに逃げさせてもらった。ゲームはお前を受け入れてくれたんだぞ、ドヘンケンボット。よかったな。え、ここまで言われんの？下沢、下沢ちょっと、後だからな。覚悟しとけ、下沢も。デプン。覚えてないけど、エイジオブエンパイア2。おぉ！やるじゃん。トゥートゥー、トゥー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 、トゥートゥートゥー、トゥートゥートゥー、トゥー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 ってやつね。あの、シングルプレイでさ、マップにさ、たくさん AI とか並べて遊べるやつやった。カスタムマップみたいな名前だったはず。やった！あれ楽しいよな。無限にできるやつあれ。リケモン。自分の記憶の中で最初にやったゲームは小2ぐらいにやったポケットモンスター、ブラックホワイト。え？ブラックホワイトが小 2？ え？マジ？あ、マジか。すげえな。俺、金銀で終わってんだよね。ポケモン。俺、金銀の次のすら買う気起きなくて、もうずっとやってない。とんがり。やーくん、ゲームの話か。最近雨が多いな。涼しくていいんだけどな。桃がうまい時期だ。俺はな、岡山の清水白桃と決めてるんだ。あれは最高だ。たまらんぞ。さて、俺の初ゲームは小2の頃に買ってもらったスーパーマリオアドバンス4だ。当時の俺は感激してな、ノートにマリオのマップを書いて友達にやらせたものだ。は？魔法の笛をピッと吹いたならば、一気にクッパまでひとっ飛びだ。俺も笛を吹いて不安な人生という名の面をかっ飛ばし、貴様から滞納金を徴収できればいいがな。じゃあな。全くよくわかんなかったな。ポテチ。DS のシムシティ。今でもシティスカ好きだし、昔からこういうゲーム好きだったんだと思う。そういう素養があったってことだろうな。鈴木ね。ファミコンの横スクロールゲーなの覚えてる。マリオではない。姉はドラクエやってた気がする。タイトル記憶に残ってるのはゲームボーイ初代スーパーマリオランド。うちは姉がいるのもあって一通りゲームが揃ってた。ファミコンは初代と次のグレーのやつもあり、スーファミもあったし、ゲームボーイ初代、ゲームボーイカラー、プレステ初代、プレステ2、GB アドバンス、ワンダースワン、DS、64、キューブ、セガサターンはなかったが、ゲームボーイの画面拡大するレンズもあった。ピコは？ピコはねえよ。あんま姉さんにこういういじりしないけど、姉さんもそうなるべくしてなったんだね。うん。姉さんもそんな感じなんだね。そんな感じじゃないと、ずっとこの界隈にダラダラもいないよな。
いいね。そういうところもまた、しこいね。はい、ひまじんくん。初めてやったゲームは、友達の兄弟が持ってた PSP でやった GTA Vice City。チートコード入れるやつ。Vice City? リバティシティじゃないの ?PSP って。リバティシティストーリーでしょ ?Vice City は PlayStation 2のやつだね、多分。Vice は後から出たはず。初めて PC ゲームは僕もアバで、ローカル監視隊っていう嵐クランを毎日録画して YouTube に上げ、運営に通報してた。はぁ、しもむ。多分誰もわからん。幼稚園の頃にやってた PS3 のモーターストーム。砂漠、泥道をラリーカートやトラックでガンガンぶつけながら駆け巡る異種格闘オフロードレースゲーム。え、知らない。オーパー使ってくらいグラフィックがいいゲームの一つだと思う。無限にやり込んだ。そのせいで俺は車が気になった。みんなようわからんマリオとかナルトのゲームやったけど、同じの買うの嫌だったからこれ買った。ちゃんと覚えてる。シモムーの原点だ。田辺。小学低学年頃にゲームボーイから遊戯王3とポケモンのクリスタルをやった。当時からゲームが下手で遊戯王は2面ステージにすら進めることができなかった。 IQ 低いんだね。紅茶。 PS2 のミスタードリラーかぷよぷよ2です。3歳の時にやってました。ミスタードリラーは最近ツイッチでリメイク出たらしい。ちなみに初めて買ってもらったゲームは5歳誕生日だ。でも e スポーツ。なるほどなぁ。ちなみに僕の初めての FPS はメダルオブオーナー史上最大の作戦 EA ゲームです。EA ゲームです。いろんな YouTuber、ゲーム実況者はフォローしてるのに、なぜか、くんさんのことだけフォローしてない EA のゲームです。僕は、中学校の頃、夢がありました。それはゲームプログラマーになること、そして EA に就職することでした。僕には、そんな夢があったのですが、ゲームに近い業界で働くことができ、ゲーム実況をするという点で、ゲームを仕事にできました。そうなるとですね、僕の憧れのゲームメーカーであった EA ゲームとも、つながりが深いものになるかなと思いましたが、フォローはしていただいておりません。ネッシーカフェにも呼ばれてません。なんでかな。いやでも俺の人生は EA が作ったと言っても過言ではない。バトルフィールドがないと俺は今ここにいないし、メダルオブオーナー史上最大の作戦がなくても俺はここにいない。おそらく俺の人生は EA が作った。感謝してるぞ EA。 ありがとう。まあでも BF はゴミ、悪いけど買う価値なし。 EA が人生です。まあそんな感じですかね。いや、昔のゲームの話をするのは楽しいね。いろいろと年齢も透けましたし、さきちゃん。ねえ、さきちゃん。いろいろ年齢も透けたね。ということで、皆さんの初めてのゲーム体験をよかったらコメント欄に書いてください。じじ。